ただウーリーさんが何ウーリーさんは何点差だこれ5500ですね多分供託出してるんで55差千二千条件千二千つもで結構一曲で終わるかもしれないんで、うん、例えばリーズも裏一条件とかもねあるかもしれないですさあドラがパーピンでどこでねウーリーさんウーリーさんは微妙ですね、うん、まず表示牌のカンチーピンをね入れてからですからねまあドラを重ねるかただもう分散してるんでカンチーピン入れば可能性はうん、うん、難しい、うん、さすがに手配厳しいですねここもなんかまあ、とりあえず行くふりは見せとかないといけないんですよねとりあえず行くふりだけしといて最後にさようならってそうフェードアウトしていけばトップです地味だけどウルディさんもあの兄貴も厄介をポンしてもしょうがないんでその厄介に頼らない手順を踏んでるのがいいですねウルディさんとか厄介重ねても苦しくなっちゃうんでそれよりはいいピンとか残して、まあ、ちょっとでも立つ残してリーチ打てれば一応条件できるんで打点がないからですよね、まあ、兄貴はもう仕掛ける気がないから先に切ったつもり3あんこ夢あふれる2あんこ2あんこいったおお見せるマージャンまあでもこれリーチで本当にいってるのかどうか怪しいですけどねこれでもリーチ打つメリットがなさすぎるんでリーズの3あんこ裏さんうん、3色どうこう届かない届かないこれで4からいっちゃダメだったんですかね、うん、一応これで数あんこのみを狙う手順一応 3色どうこうね大体1曲で終わりそうなんでねおお三アンコウーピンドラドラドラ3ピンが1枚出てて3ピン1枚だけ出上がり条件考えるとウーピン切ってもよかった気がしますけどサーピンもし重なった時に金直 OK ですもんね、うん、金直倍直とかできたらねでちょっとねアコージプロがとりあえずなんか仕掛けましたね。何を仕掛けましたね。厄配。これで、うん。ウーピンと。ウーピンとその優劣は特にないかな。3万と、あれこれ3万全山じゃないですか ?3 万は全山。パッと見からして良さそうですからね。そうですね。ウーソーは1枚。ウーソーも山2枚残ってますね。3ピンもあるんで。やばいですね。これありますよ。もしかしますね、これ。短期まであるんじゃないですか、これ。スッタンまでありますね。スッタン。スッタンだったら、おあ来た手張った。さすが。リーチ。リーチでしょ、これは。リーチですね。これでも、これ相当嫌ですよね。相当嫌ですよ、これ。なんだ、あれこれ、リーチ来るっていうのはもう、だって大体一つしかないですもん。これ気持ち悪いですね、このリーチはめちゃくちゃ。これだってドラ切られて、僕大体スワンコって思いますよね。これスワンコ思いますね、うん、この捨て牌そうこの捨て牌はもうほぼスワンコだなっていう風装は2山1山そう1枚1枚ですここまで情報出るスワンコ目指しですねそうですああああまあ一発、まあ、いやあでもリーチも出たんではいリーチ棒出たガースね即条件ができるんですか、ね、その条件も多分できるんじゃないですか5-5差なんで5-5差かえそうそう本場が1本まで出てるんで多分1本出してるんで5-5差なんで届かないか届かないんで直は OK になったんですよ一応ああ
これでも対面からですよね。対面から、対面からなんで関係ないです。で、ヤコウジ君のとこに3品が行くと、まあ、シャあと1枚かな。シャー兄貴よ、兄貴よ、おー、すげー、あのね、リズモ、スアンコ、すげーすげー、やば、この泣きで、泣きで、そうですね、泣きで、うわ、やばい、おおやりました、やぶー、リンシャン初です、リンシャン初役満、やばい、すごい、すごいですね、ウルトラリーチだ。すげえ、すげえ、すごい、めっちゃうまくいきましたね。うん、ちなみにこの役満はこの曲だけ YouTube やらそこら中にアップします。おお、望月の珍道湖とかあんな感じで、西村雄一プロの2アンコースみたいな感じで、すごいやるつもりで、14回目にして初役満、すごい、まあ、ツモって言われたら大体スワンコって思うんですよね。あーすごい。